おし、うわ、最悪や、何これ。はい、どうも、ブラックパンダです。今回は、シンクパッドレノボですね。X220i の修理をやっていきます。この7段キーボードでね、名機と言われているパソコンですね。動作していくんですけど、こちらね、ジャンク理由が、見えますかね、バイオスロックかかってます。これとね、解除していきたいと思います。ロックの解除の仕方は、起動させた時に EEPROM の4番5番ピンをタイミングよくショートさせると解除できます。シンクパッドのロゴが出る一瞬前のバックライトが点灯する瞬間を狙います。今のは少し遅かったようです。かなりタイミングはシビアですね。そうこうしているうちに別の問題が発生。ファンエラーで電源が落ちます。このままではロック解除どころではないので、先にファンエラーを何とかします。ファンエラーはホコリなどの詰まりが原因でファンが回転しなくなって発生するみたいですが、こいつは綺麗ですね。単体で動作確認をします。 5V かけてファンが動くかどうか確認してみます。回転はしないですね。信号がなくても電圧をかけたら回転すると思ったんですけどね。洗浄して動作確認をもう一度します。もう一度動作確認してますけど、回転しませんね。ファンのモーターがいかれてるんでしょうか。原因を探るべくさらに分解を進めます。分解してね、原因を調べようと思ったんですけど、まあ結果はまあ見ての通りです。気を取り直して、以前修理失敗でぶっ壊した X31 のファンを代わりに使ってみます。CPU ファンのコネクタの形状が幸い同じだったので、まあ多分動作確認ぐらいなら、まあこんな状態ですけど大丈夫でしょう。動作確認していくんですが、液晶画面にご注目ください。シンクパッドの文字が暗く出てました。これはどうやら液晶のバックライトが消灯しているみたいです。次から次にどんどんジャンクになっていきますね。望むところです。もしかしたら液晶基板のヒューズ切れかもしれません。一旦中を確認してみましょう。以前モニターの修理をしている時に液晶をもう盛大に割ってしまったので、今回はそうならないようにかなり気をつけてやりました。ここのテープを剥がす時はフレキケーブルがついているので気をつけて剥がしました。そしたら基板が出てきたので、ヒューズにテスターを当てて導通確認をします。
3つあったんですけど、3つとも導通してました。ヒューズ切れだったらワンチャンハンダでブリッジさせれば治るかなと思ったんですけどね。はい、ここから日を改めての修理再開になります。CPU ファンと液晶を別のジャンクから取り替えて使用しています。それでは動作確認いってみましょう。 CPU ファンはちゃんと回転しているので動作 OK です。しかし液晶画面が相変わらずバックライトダメですね。しかしこれで原因が液晶ではなくマザーボードだということが分かったので、これから探っていきます。液晶コネクタの4ピンのバックライトオンの 3V が来ていませんね。回路図を見たところ、ここのラインに 3V が来ないとバックライトが点灯しないようです。ここのラインのどこかに異常があるんだと思います。ちなみにその隣の5ピンの、バックライトコントロールはちゃんと 3.3V 出てるので生きてますね。まあ、本来ならここのラインを追って故障している部品を見つけ出さないといけないんですけれども、まあ、ここは体育会系ジャンカー流ということで、この4ピンに 3.3V を別の場所から引火してバックライトをつけてみたいと思います。矢印で示してあるコネクタの4ピンのところに電線をもうハンダ付けしたんですけど、超細かい作業でかなり苦戦しました。ブリッジしているとダメなんで、マイクロスコープを使ってハンダ付けしたところを確認しました。まあどうやら大丈夫そうですね。はい、次は4ピンとつなげる 3V を探します。ちょうどこのコイルが 3.3V なので、ここにつないでみたいと思います。よし、うわ最悪や、何これ、なんじゃこれ。無事にバックライトは点灯しましたが、緑一色になってしまいました。正面からもう一度どうぞ。まあ、いろいろありすぎてすっかり忘れてたんですけど、ロック解除が本来の目的でした。スーパーバイザーパスワードがしっかり有効になってます。まあね、まだまだいろいろ問題はありますが、とりあえず先にロック解除をやっちゃいます。はい、ここで皆さんにご報告です。すいません、バイオスロック解除の様子を撮影できていませんでした。詳しくはですね、概要欄に参考にさせてもらった動画を貼っておきますので、僕はそちらのたぬき研究室さんの動画を丸々同じことをして、成功しました。気になる方はそちらをご覧ください。はい、パスワードしっかり無効になってますね。この画面も操作できているということは、ロック解除成功です。でしれーっと終わろうと思ったんですが、さすがにこのままでは終われませんよね。画面が緑になった原因を少し考えたら分かりました。それはノイズです。
それをこれから確かめてみたいと思います。新兵器オシロスコープを使います。このオシロスコープは中古で購入しました。 USB でパソコンにつなぐタイプのやつですね。今は電線をつないでいるコイルにプローブを当てて波形を見ています。ちなみにオシロスコープなんて、まあもちろん一回も使ったことないんで、この波形を見ても、まあ何が何なのか全然わかんないんですけど、とりあえず、次に測定する箇所ですね。こちら、本来4ピンにつながっているはずの 3.3V 出てるラインのところの、これは抵抗ですね。抵抗に今プローブを当ててます。やっぱりコイルと比べると全然波形が違いますね。ちょっとねパソコンの画面見にくいと思うんですけど、青いラインが今測定している波形です。もう一回コイルの方見てみますね。はい、全然違いますね。楽しいですね、見てると。はい、それでは電線を R571 の抵抗チップに付け替えます。一応動画外で回路図を見ながら、先ほど 3.3V 出てなかった4ピンのラインを追ってみたんですけれども、途中でどこにどのチップがあるかちょっとわからなくなってしまって、でボードビューを探してダウンロードとかしたんですけど、ちょっとうまく開けなくてですね。なので今回こういう形で電線を使って 3.3V をちょっとジャンパーさせてる感じですね。ボードビューってちょっとどうやって使うんですかね。ちょっとあんまりよくわかんないですね。拡張子が問題なんですかね。まあそれとも使ってるボードビューのソフトが悪いんでしょうか。まあその辺もまあちょっと勉強しないといけないですね。よっしゃ、安定化電源オン。再起動に入って、さあ来い。おっしゃー。オッケー、乗った。で、はい、バイオスロックも解除。オッケー。よし、今回は勝利です。ありがとうございます。バイバイ。